皆さんこんにちは、山陰まだめチャンネルでございます。風が強いんでボコボコいってると思いますが、今私どこにいるかというと日野川の河口ですね。はい、今日はですね何をしようかというと、あのこれですね、はい、大山がよく見える地点というのをいろいろ巡ってみたいと思います。というわけで今日はですね、この米川の河口は境港だ。それでは今日はこの日野川の河口から山陰まだめチャンネルスタートでございます。というわけで、日野川の河口でございます。まずはで、これどれくらい河口かっていうと、ここにですねこんなポストがあるんです。はい、0キロポストですね。これあのいわゆる、多分一級河川ですね。一級河川の多分こうあのところに張ってあるんですが、ここから先が川なんですね。ここから先は一応多分海って形になると思います。でここがちょうど境界線なんですね。で、この、ね、日野川河口のここがいいところは何かっていうと、見てください、これ電線がほぼないんですよ。手前に電線がないんで非常に写真撮りやすい。これがですね、この大山を見るスポットとしてはかなりいいんですね。で、あとはそう、こういうですね野鳥もいるわけですよ。おお、今たまたま撮れたぜ。こういったところに、あの、渡り鳥が、多分渡り鳥だと思います、あれ。あれ、ボアクチョウじゃねえかな。いるんですね。で、たまにね、なんかこう、ものすごい野鳥好きの方が集まって、なんか珍しいもんが飛んでるんだって言って、いう人もいて、結構ね、ここね、あの、野鳥の撮影スポットでもあるんですね。ですので、あの皆さんですね、あの野鳥好きの方もここ来て、来ていただきたいと。あのそんなにこう公共交通機関で歩いて遠いところでもないんで、ここは結構おすすめですね。というわけでここは日野川の河口でございます。はい、次は場所を全く変えまして、日野川沿いといえば日野川沿いなんですけども、かなりちょっと内陸の方に入ってきました。ここはですね、場所がどこかというと、はい、長江団地入り口っていうところですね。いわゆるニュータウンですけども、まあ、その長江団地ってのはこっち側なんですね。この丘の上にあるんですよ。で、その麓ですね、長江団地入り口、バス停がですね、この辺かな、あ、これですね、これ帰りの米子駅方面のバス停ですけども、バス停近いところですね。で、その近いところにこの大山が綺麗に見えるスポットがあるんですね。で、ここのいいとこは何かっていうと、こう見てください、結構ね裾野が広く見えるんですよ。で、やっぱり電線少ないっていう、そういったところでここねかなりいいんですよ。ちょっと近づけてみましょう、大山ね。大山も本当に綺麗によく見える、こういった場所なんで、あのここもかなりおすすめですね。あ、ちなみに言うと今回ですね、公共交通機関である程度行きやすいっていうのを考慮してます。もあるんで、実はいろんなことに困らない場所でもありますね。はい、それでは3箇所目ですね。ですね、ここどこかっていうと、よいしょ、はい、米子港ですね。おお、綺麗ですよね、ここも。はい、ここもですね、実は一つの大変見れるっていうのが一つポイントですね。ここは、まあ、こう一つの画面に収まるわけですよ。今右にあるのが米子城、左にあるのが大山ですね。で、やっぱここの人ね、こっちにバス停があるんですよ。だんだんバスのバス停があって、これもやっぱり歩いて近いところにあるんで、ここまで比較的行きやすいですね。
明日からまた天気悪くなるんですけど。というわけで、あまりこう観光マップとかに載らない大山のビュースポットというのを今回ちょっと見てます。まあ短い動画だと思いますけどね。というわけで、いいと思った方はいいねボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。